Hi, we are Number I, and you're watching iHeart Radio. Ask anything chat. Our new song is called Inazuma. Thank you, Romeo, and most requested live for having us. Live from San Jose, California. Hi, Number I. I can't wait to meet you in the USA.When is your world tour? と来てますよ。ワールドツアー、なるほど、はい。いつやりますかって。ねえ、いつやりますか。やりたいですよね。やりたいですよ、ね。たくさんの方会いたいですし ね, ね。何よりなんかこう届いてるのが嬉しいね。うん、そうですね。カリフォルニアですからね。うん、いやー、ありがたいですね。ありがたいことです。いや、やりたいな。いつですかって言われると ね、どうしてもね。こちらも出させていただいたじゃないですか、はいはい、そこでなんか改めてまたもう一回西海岸の空気を吸ってなんか感じも確かにね、カラッとしたね味わいながら気持ちいい、なんかまたやりたいっすよね。確かにね、うん、まあいつやるかは分からないですけど、うん、こう長く待っていていただいて、うん、いつか会えることを僕らも望んでますし、うん、確かにいつかお会いしましょう。はい、 Thank you Thank you Thank you Next Ikumi from Torrance, California. How do you turn your inspiration into reality? Do you make notes? さあ、インスピレーションです。これをね、いろんな、ね、曲とかで、うん、ね、自分たちでプロデュースさせてもらってることが多いから、うんうんうん、どこからこうインスピレーションを受けているのか、はい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 、それをね、現実にしているのかということでね、なんすかね。でもなんかこうまずはなんかこうまずこう自分自身がこう楽しめるようなものを考えて、自分自身がなんかこう素敵なものだったりとかね、こう自分がいいなって思ってるものをこう自分たちに落とし込んでいく作業といいますか、そういう感じだよね。メモとかを取ったりするの？そのインスピレーション受けました、あ、めちゃめちゃ撮るよ、メモとか、あと写真とか、うん、なんかこれすっごいかっこいいな、このデザインとか、このなんか色いいなとか、写真を撮るかな、なるほど、ね、常に、うん、あ、常にですか、常に持ってるってことでしょ。あ、俺、うん、インスピレーション、あ、でもなんか探すモードに入らないと、あ、なるほどね、うん、あれかも、もう自然でないとね。逆にどうですか。あ、でも本当にもうなんかそうやって YouTube とかそれこそ見て流してて、あ、かっこいいなって思うものはなんか覚えて、そういうのは、まあ、メモったりみたいな感じ、シンプルにメモはもう取ってるかなと思いますね、自分は。俺全然メモ取らないかも。取らない、うん、頭の中にいっぱいなんか結構、うん、パズルパズルでいっぱいあって、でそれを誰かに伝えて形にしてもらう、一緒にね、っていうのが多いかも、俺一緒に。けどもう俺からしてみた2人はすごいなんかいつでも臨機応変になんかそのアイディアが出てるなってイメージ。例えばこの議題がありますけどどんなものが合うと思いますかってなった時に、もうパンパンいろんなのめっちゃすぐ出るなってイメージあるっすね。あ、うん、でもそれで言ったら岸君も結構参加してるよ、ちゃんと。本当ですか、すごいと思う。でもなんか楽しいですね、なんかそういう打ち合わせとかね、か俺たちみんな、うん、でもなんかそれこそ今回なんかこうやって一人ずつがこうプロデュースしてシングルを出してって、うん、次岸くんの番組ですか、はい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 、だから楽しみだよね、うん、岸くんの考えてることだったりその思想だったりとか、うん、岸くんの中が覗けるものになってんじゃないかなと思うから。いや、ちょっと確かにね、その人の考えてるものが存分に ね、色濃く反映されるから、ね、うん、プロデュースしてるなんて、ね、楽しみにしてください。生美さん楽しみにしててください、はい、Samantha from Nashville, Tennessee. If there was a number I museum, what piece of memorabilia would you contribute?はい、ほう、博物館、博物館ですね。もしもです、もしも博物館、ミュージアム、博物館があったらあなたはどんな記念品、これはけどもうあれじゃないですかって思いますよ。あ、なるほどね、うん、レイジに動き出すやつ、レイジに動きやす、あ、あ、違う違う、俺想像してたの違う、あ、違う、え、なぜナイトミュージアムだよ、ナイトミュージアムで、しょうか、あ、ソーリー、そうだ、俺たちのものでってことです、そうそう、記念品用ですから。もう、おー、あるんですか、もう、さすが、え、それはもう、衣装とかさ、うん、うん、やっぱりなんだろう、結構記念品って言ったらそこじゃないですか。ああ、なんか時間をかけて、そうだよね、で見てる方もやっぱり、あ、これ着てたんだみたいな楽しみ方もできるし、うん、まあ、衣装とか、俺は、うん、俺を寄贈したいかな。え、
もうどうやってもうずっとあの、うん、あ、自らね。で、なんかたまに動いちゃうみたいなね。え、そうだよ。もう疲れるよ、あれ。それをやりたいです。で、うん、こう閉館してから中で遊ぶっていう、うん、ああなるほどね。あれは確かに、けどなんかたまにいるよね、そのアメリカとかでさ、うん、それこそなんか帽子置いてあって、なんか路上のね、路上の路上パフォーマーね、びっくりするよね、急に動くとね、うんうん、あります、うん、寄付したいもの。いやでも衣装とかは結構ありきたりだと思っちゃうんですよ ね、 ね、うん、まあってなるともうあれじゃないですか、もう、はい、なんかありますか、自分の愛車とかもプライベートのね、そっちの気がする、プライベートの、うん、愛用してるもの、愛用してるものナンバーとかも、もういいっすか、じゃあこの際バレちゃって、うん、ナンバーとかもバレちゃって、えナンバーはさすがに隠させてください、さすがに隠させてください。へえ、自分のものを用意したいです、うん、なんかそのうちその倉庫になってしまいそうで怖いっていう、博物館か、大きすぎて、あやめてやめて倉庫扱いしないで、ミュージアム大好きだからね、まあでも衣装を置いて、はい、私物置いて、俺が行きます、俺が行きます、はいね、いつか叶うかやるかもしれませんね、わからないですけど、はい、もしやるってなったらぜひ来てください、はい、よろしくお願いします、お願いいたします。 Thank you for watching Ask Anything Chat. Thanks again to Romeo and Most Requested Live. 以上、名前でした。バイバイ。